皆様、新年明けましておめでとうございます。2019年もよろしくお願いいたします。鉄道調査員クルフォードです。いつも私の動画を見ていただきありがとうございます。2017年の10月にチャンネル登録者数100人突破記念で紹介した JR 千代ヶ丘駅からまたお送りいたします。あれからどうなったんでしょうか。駅舎の内部は基本的には大きくは変わっていないようです。また今年もマント君とマリサと一緒にお送りしていきます。この千代ヶ丘という駅の名前は、もともとこの土地は宮内省管轄の御領地、皇室財産、天皇家のものだった場所だったんですけれども、それは民間に払い下げられました。そしてこの地が千代に、八千代に末永く繁栄していくことを願って命名された。丘っていうのは、ちょうどこの駅の裏手が少し小高い丘になっていることから命名されたものと思われます。ストーブも用意されてますね。きっとこれお客さんが多い段階、時間帯、朝の通学時間とかにこれつけてもらえるのかな。今は止まっています。千代ヶ丘小学校4年生千代ヶ丘小リーフレット、駅を利用する人へ見てください。僕たちの千代ヶ丘小については下のリーフレットです。可愛らしいイラストも書かれてますね。僕たちは千代ヶ丘小学校の4年生です。僕たちは国語の勉強でリーフレットを作りました。ぜひ見てくださいということで、じゃあ見てみましょうか。千代ヶ丘小学校はこの駅の裏手側にある小さな学校です。楽しい千代ヶ丘小学校。旭川市内ではおそらく最も南にあると思われる学校です。昔はさらに終日小学校っていう小学校が美瑛町寄りのところにあったんですけども、これは廃校になってしまいました。楽しい千代ヶ丘小学校ということで、学校のスクールバスが紹介されてるみたいですね。こう美しい大雪山系の写真と一緒に紹介されてます。このスクールバスで社会見学や遠足に行くそうですね。あと登校に、登下校の時にもこのバスで通っているということで書いてありますね。運転手さんがすごく優しい人だと。皆さんぜひ来てみてくださいねと。あとはね、千代ヶ丘小の周りってどんなところかっていうことで、駅の周りの紹介がここに書かれています。いいですね。こう子供たちが自分たちの町に興味を持ってこうやって紹介してくれるっていうのがね、最高の勉強だと思います。セイコーマートのことも書いてありますね。麦わら帽子っていうのがおしゃれなレストラン、千代ヶ丘交番、郵便局、おすすめの野菜も書いてありますね。じゃがいも、かぼちゃ、ブロッコリー、ソフトクリーム、ダイス。僕の友達のお父さんの会社、修理をしてくれます、近藤自動車さん。一回上げて、そこからいろいろな道具で直してくれます。ピッカピカな状態で戻してくれます。これはおそらくね、ピットでリフトに上げて整備したところを見たんでしょうね。実はこの近藤自動車さん、私来る以前事故を起こしてしまった時に助けていただいたことがあります。大変お世話になりました。近藤自動車さん、ありがとうございます。僕たちの千代ヶ丘小学校、これは校章ですね。お、なんか楽しそうな授業の様子とか書かれてますね。いいですね。親子キャンプっていう行事があるんだそうです。
キャンプファイヤーの準備をしたり、夜ご飯とか焼肉が楽しいんだそうですね。テントで一泊するんだと。聴覚アショーの先生の紹介もされています。いいですね。なんかあったかみ感じますよこれ。最高の聴覚アショー小学校ね。こう元気にね、こう勉強してってほしいですね。聴覚科のいいところはいろいろな行事があって、収穫祭や親子行事、あと空港近いんで飛行機がよく見えるということですね。この聴覚科駅からバスを出して旭川空港にアクセスさせるのはどうかということで、社会実験を行ったこともあるそうです。駅のホームも雪に埋もれております。あとでこの千代川駅に停車した列車のね、動画もおまけでつけてありますんで、よかったら見てください。ね、駅ノートがなければ駅ノートを置けばいいじゃないということで、2017年10月に設置したノート、たくさんの方に書いていただきました。ありがとうございます。おう、このような駅にもノートが、はい、そうなんです、あるんですよ。初めてこの千代川駅にも駅ノートできたんですね。 YouTube とかに動画載らないかな。こんな何もないところだけど旅の足跡残してね。インターバン6304さんもここに来た時はぜひコメントをよろしく。そうですね、ぜひまた来ていただいた時にね、書いていただきたいですね。なんとも言えない場所、趣いとふかし。クロフォードさん、駅ノートありがとう。いえいえ、こちらこそ書いていただいてありがとうございます。森五郎さん、久しぶりに駅巡りですということで、森五郎さんはね、素敵な写真を JR 北一安駅、留萌本線の北一安駅に飾ってくれた方です。可愛いイラストも書いてあります。日本全国環状の旅、2018年春、寒いけど美しい場所、仙台撮り鉄さん来てくれたんですね。初めての北海道だから驚くことがいっぱいだった。いい意味で来てよかった。また来るぜ。そしてすごい人がいて、旭岳に寄った帰り、空港から歩いてきた。歩いて40分ほどだった。すごいですね、この体力。埼玉県から来た。タクシーの運転手の方が周辺を案内してくれたということで、実際に住んでみたいと思いました。ああ、いいですね。ノート管理人さんはまめに巡回してるんですね。そうですね、こちらで置かせていただいたノートや周辺の駅ノートに関してはまめにこうやって見に来てます。なくなっちゃったところに補充しに行ったりとか、こうね、あと破れちゃってる駅ノートとかもこうテープで直しに行ったりとかしてます。フランス線本数多いですね。ピップのローソン潰れてた。そうなんです、潰れちゃったんです。明日は NGT48 が新潟で握手会、そしてサードシングル春はどこから来るのかを発売しました。いい曲です、聴いてください。今日は富良野に行き札幌に帰ります。札幌市南区20代前半の人、いつもありがとうございます。ノートを持ち出し破損、悪口は現金で。そうです、他の方のね、名指しでの中傷とかはやめてください。やっぱりそれを書かれた人も何も関係なくて、ただ駅や駅ノート見に来た人もみんな嫌な思いします。クロフォードさんの最新動画アップしてください。そうですね、この頃ね、ちょっと更新遅れてたんですよ。で、2018年って自分で思ったほどあんまり動画作れなかったんですよね。自分でもやっぱり悔しかったです。ただやっぱり無理しないでやるしかないなっていう感じだったんで、また見てくれたら嬉しいです。東京から仕事で深川に行きますとかね、やっぱり飛行機で来られた人とか
書いてくれてますね。ああ、美瑛町の青池や中富良野のファーム富田、芦別とか見に来られてるんですね。ラベンダーソフトクリーム、これね、とってもいい香りします。紫色のソフトクリームです。可愛い女の子が書いてあります。自転車で立ち寄りました。これから美瑛へ、本当は鉄道でも来たいって、すごい体力です、やっぱり。ねえ、皆さんいっぱい書いてくれてありがとうございます。皆さんたくさん書いてくれてありがとう。今年もよろしくお願いします。鉄道調査員、クロフォード、よし。はい、ちょっとね、上面汚れちゃってるんですけどね、まあ皆さん大事に使ってくれたということで、特に破損なんかもなかったんで嬉しい限りです。皆さんこうこちらがお願いした通り、こう悪口とかは書かないでくれたんで。というわけで、鉄道調査員クロフォードチャンネル2019年最初の動画は JR 富良野線千代ヶ丘駅よりお送りさせていただきました。またね、今年もいろいろな駅、いろいろな路線、皆さんと一緒に調査していきたいと思っております。よかったら、またコメント欄に感想とかね、書いてくれたら嬉しいです。皆さんからのコメントや高評価がね、今後の活動の励みになってきます。それでは次の動画でまたお会いしましょう。鉄道調査員クロフォードと霧雨マリサとマントくんでした。